全国の新規感染者は1万5372人で、重症者は前日から3人減って118人、死亡は20人でした。一方、東京都の今日の新規感染者は1588人で、前の週の月曜日から216人増えました。重症者は9人、6人が死亡しました。重症者用の病床使用率は昨日より 1.2 ポイント上がって 7.4%、 全体の病床使用率は 0.1 ポイント上がって 18.6% でした。